サッカーのゴールポストにぶら下がったところ、重さのあるサッカーゴールが倒れ、下敷きになったという事故があります。日常の点検では、サッカーゴールを使用する場合、その都度適切に固定されているかを目視・触診などで確認します。また、子どもたちがサッカーゴールを移動させる際には、重さがあることから、事前に留意事項を十分に伝えた上で、 その状況を監督するなどし、自己防止に努めることが必要です定期の点検では、目視・触診などにより固定状態を確認します腐食が進んでいる場合や十分な固定ができない場合は使用を禁止し、学校の設置者に相談しましょう